ここはフレームハウスの南側の狭い空いている区域ですが、一昨年はここでアンデスの乙女じゃない、アンデスレッド、レッドアンデスとか黒落花生を栽培した場所なんですね。まあまあよくできたんですが、それでこの口径20センチメートルぐらいの不織布ポットに入れてある土は、家の畑のほかし場から持ってきたぼかし用の土なんですね。それでこの空いている場所を利用してバナナの苗を3月のどこかの地点からか、ここで育成しようと思って今その準備を始めたところです。穴を掘って、まあ、小さな苗を植える予定ですので、そんなに大きくない穴を掘ってこのぼかし用の土が入るぐらいの穴なんですが、そこにこちらこのもともとの土とこちらのぼかしを比べてもらえば色の違いがちょっとわかるかなと思うんですね。もともとの畑の土は茶色っぽいですし、ぼかし用の土はちょっと黒っぽいですよね。それで一杯ずつ入れる程度の穴を掘って、少しその上に普通の、まあ、掘り上げた畑の土をかぶせておいて、このぼかしを少し寝かせておいてですね、それから3月か、もしかしたら4月の頭にですね、小さなバナナ苗を植えていってここで育てる予定なんですね。まあ、他のあちこちにも植えないといけないんですが、このバナナ並木と呼んでいるところでもバナナ苗を植えるときにはあらかじめぼかし用の土を埋めておいたんですね。それでだいたいうまく育ちましたので、ここでも同じ手法で寒いうちにいい土を穴に埋めておいて、それから2ヶ月ほどしてからですね、苗を植え付けるようにしようと思っています。